園とかでワクチンをどう、まあ、なんでしてないんだって言われた時にどういうふうに断ったら一番こうスムーズに断てずにできるかなと思って、はい、ワクチンをスムーズに断る方法っていうのは今現代なかなかないっていうのが現実ですね。まあ、例えばアメリカとかだったら宗教上の理由だとかって言っとけば結構まだ通用するところあるんですけど、今日本は任意接種であるにもかかわらず強制接種であるかのような風潮になってます。でそれを作ってるのも、やっぱり医学会とか製薬協会とかで、それに、さらに手下みたいになってもう自分たちの、ね、おまんま食い上げになるからみたいなことでやってる人間たちが保健師と教師ですね、はい、そういうふうになってるので、非常に避けるのが難しいという状況になっているのが確かで、最終的には一般人がワクチンどんだけ効かなくてしかも有害だっていうかっていうことを認知を広める以外には直接的には方法ないと思います。ただまあ何ていうかね、行政の手続き上のね交付書とかそういうのはねちょっとリーサルウェポン的なところはありますけど、お前ら何かあったら絶対責任全部取れよみたいな、そういうその書類みたいなのを提出するっていう方法もあるのはあるんですね。ただそうやってやるとなんていうかね、はぶられる可能性はあります。で、一応うちでは、ワクチンについては診断書を書く場合はあります。はい、でこれは一応医師に診断書って法的拘束力があるので、どういうふうに、どういうふうにっていうか、そのやっぱりアレルギーがある子とか、まあね、非常にほとんどの人にアレルギーありますから、化学物質過敏症とか、まあ、アレルギーだというふうな診断書を書いて、それで、まあ、実際にワクチンのさっきの成分ね見れば分かりますようにそれを誘発しますから、まあ、だからこの子はワクチンを打つことはよろしくないっていう、これは医学的に妥当性がある診断書になるので、そういうのを書いて提出することは一応そのまましのげます。はい、そのまましのげます。でもやっぱり基本的にはつらいですね。はい、だからやっぱりその診断書自体もまあ本当に対症療法みたいなもんですよね。はい、本質的にはワクチンを打つっていうこの国民がバカだって自分を自覚するしかないし、それが、ね、一時、まあ、早く広がるということしかないと思いますね。はい、で下手にワクチンをね何ていうのかな、こう避けるだけで逃げたりとかしてると本当に通報されたりとか、今の話じゃないけど本当されますので、はい、保健師とか保育士とかもあなた虐待してるじゃないですかって言われますよ。はい、だから、まあ、ワクチンを打つなんて、打てって言ってるわけじゃないんですね。打てって言ってるわけじゃないんですけど、その児童相談所とかの話ともつながりますけど、やっぱり、完全ではないですけど、ね、やっぱり防ぎやすいことっていうのはコミュニティ作りです。要するに自分がどんだけ周りのお母ちゃん、お父ちゃん、ね、あと子供たちとかそうですけど、それとのコネクションがあるかとか、であとはそこに行かないかとか、児童相談所に真面目に、ね、相談に行くとか、子育てそんなとこ行ったらもうね、もうカモはねえしよってやってきてるもんですから、そういうところに行かないとかですね。あとは主治医っていうんですか、今真由美貞夫さんがねちょっとなんかそういうとこあったら行くとかって言ってましたけど、まあそういう本当はね、まあ、僕でもいいのかもしれないけど僕小児科医じゃないので、本当はそういうふうな小児科医を一応ね、いつ なんかこう困った時のために捕まえておくのは一応大事だとは思うんですけれども、そうするとその先生とかかってますって言えますから言えますけど、そういうふうなやっぱりこうその工作作りっていうんですか、そういうのも部分的には大事ですけど、それでもやられるときはやられます、はい、だから最終的にはやっぱりこのもうシステムからもう根こそぎひっくり返すしかないっていうのが本当は現実なんですが、実際は難しいところがあるということで、あまり答えになってないですね。なってないですけど、そんな感じでお願いします。ありがとうございます。